読ませていただくものなんですけど、これなんですね、佐藤恵子さんって、岩手県の山田町に住んでいる方で、ちょっと軽い知的障害のある方なんですが、その方が震災の次の日から詩を作りました。でそのことが朝日新聞に出ていて、やはり心動かされた方がたくさんあったんだと思います。夏には本になりました。でそれを、また今日は読ませていただこうと思っています。あとでこの中には83編もたくさんの詩があるんですが、その中からほんのわずかですが、どうぞお聞きください。9.0、 世界最大級の揺れと凶暴な津波はそこに来ました。避難所で暮らす人の中に、余震に怯えながらも毎日詩を綴っている人がいました。岩手県山田町の障害者ケアホームに住む佐藤恵子さん。そしてたびたびの地震、そして経験のない津波、たくさんの命、家を失い、電線が切れた、避難生活1週間、一体何をしたかったの？
止めるには、止まるには、見つかったね。流されたランドセルがあったよ。海の神様よ、子供たちに夢与えてくれてありがとう。地球や海や緑を大事にするランドセル。私が風邪ひいて熱を出すより、まだ海の中にいる人こそ早くあったかいとこへ行かせて。体を休ませたいよ。私は生きているから大丈夫。早くあったかいとこへ行こう。海はお空になり、流された人はお空になり、太陽になるよ。みんなを守ってるから、みんなも海とお空を見ようね。優しい海の花一門ね。できることから花一門ね。言葉の優しさ花一門ね。優しい笑顔に花一門ね。美しい海をまた見て花一門ね。震災の次の日から詩を書き続けた恵子さん。震災ポエムと名付けられた大学ノートの詩は400編を超えました。一編一編から震災直後の言葉に出せなかった不安、恐怖、悲しみ、自然への畏怖や同型、そして生きる希望が伝わってきます。父さんありがとう。覚えてる？あのね、後継ぎなしで、しかも娘二人で、私が障害の娘で、ごめんね。父さん黙ってた
時姉さんが家の中で妹が一番かわいそうだって言ったの。どこが？ありがとう母さん。この娘は母を困らせた。しまいには母のお腹に戻れるものなら戻りたい。ゆっくりながら33年切れず温かさをもらったよ。時には暴れることだってある。それでも見守ってくれるんだよ父さん。母さんの海はしばらく見てないね。もう知らず知らず自立の海になったのかな。ありがとう母さん。何かがあって幸せ、何もない日って幸せだけど、何もなかったら何にも分からずの人になるよね。あったかさんと一緒に生きようね。何かがあって幸せなのよ。幸せをつかむ訓練。幸せをつかむための歩行訓練をしているよ。歩いて幸せを求めて。人は何度も同じことの繰り返しで生きているんだ。今日も元気に歩行訓練。人の花、人には限りない花の種があるんだよ。見過ごされているような気がします。人は限りない花を持っているのです。そのためには生き残ったものが海をきれいに、地球をきれいに、
美しい海をまた見たいから。みんなの天性、人それぞれ数点と転び、強くたくましくまた起き上がるよ。選ばれて生まれてきたんだ。みんなの命輝く星、輝くキラキラと。私にも見えない七つの空は心の中で動くよ。ふわふわっとゆっくりとね。海の空、地球の空、福祉の空、希望の空、夢の空、未来の空、笑顔の空。お体に気をつけて、また書きます。佐藤恵子。恵子さん、この小さな被災者、この思いがあなたの胸に届きますように。
ありがとうございました。